で1曲目は、青空という曲を、まあ、そのまんまなんですけどもやらせていただきます。それを離れ小さなことでも驚きにあふれてた。変えたくて舞台の上へ今すぐに目の前には大きな空、今は全てを忘れて歌おう。だから飛べ今すぐに、悲しみなんて吹き飛ばす、今はただ目の前の大きな空に向かう。青空に緊張してまして、すいません。実はドラムはですね、実は7年ぐらい実はやってはいるんですが、ギターとピアノでの本当に初めてなので、まあ
温かい目で皆さん見ていただいてるのかなと思うんですけれども、まああのただまあこれから本当に積極的にライブとかあとご縁が本当にあると思うので、まあこれからもまあこのような機会せっかくいただいて、まあ、つながっていけたらいいなというふうに本当に思っているので、まあ、もしも、ですね、あなんかこの人面白いなとかちょっとでも思っていただけるのであればあとお声掛けいただければなと思ってるんですけど、僕の方からもお声掛けさせていただきたいと思ってますし、で、まあ次でもちろん最後の曲になるんですけれども、まあこの後も本当に素晴らしいバンドさんアーティストさんいらっしゃると思うんですが、次の曲は、僕が実は普段塾の先生をしてまして、はい、でその塾の、生徒たちに実は向けて去年、はい、作った曲ですね。中3と小6に作りまして、でまああの20人ぐらい、あの今小1から高3まで100人ぐらい実は見てるんですけど、20人ぐらいに向けて作った曲で、やっぱりあの塾って本当にブラックとか多分あんましいい噂とか聞かない皆さん聞かないとは思うんですけどもあの本当にその通りで、もう本当に家に帰れない人が もうそれこそありますし、多分あの僕なんかよりもいろんな経験されてらっしゃる方も多々いらっしゃると思うんですが、そうですね、まあ、ちょっとそこのところで本当にその塾、その教室から駅から教室まで15分ぐらい実はかかるちょっと珍しい塾でして、それに向けてこう歩いてるみたいなようなイメージで作った曲ですね。あの場所へっていう風な曲になるので、まあ、ぜひお聴きいただければなと思います。今日はありがとうございました。Thank you.
星と月も